いらっしゃいませ。お客様、ご予約されていますか？はい、ありがとうございます。お名前よろしいですか？はい、お待ちしておりました。それではお荷物の方お預かりさせていただきます。はい、ありがとうございます。それではあちらの方へご移動お願いいたします。それでは本日担当させていただきます、レチッと申します。本日はよろしくお願いいたします。本日はカットとカラーでよろしかったですか？はい、ありがとうございます。ちょっと髪の毛の状態見ていきますね。前回カットされたのっていつ頃でしょうか？あ、そうなんですね。カラーはしたことはありますか？染めてみてどんぐらい明るくなってくれるかなっていうところが気になりますよね。はい、割とそうですね、染まりやすい方とかだったら結構明るくなるんですけど、はい、染まりにくい方だと1回目のカラーってそんなに明るくならなかったりする場合とかもあったりするので、そうですね、はい、なので明るくなってくれると嬉しいですね。はい、今回どういった経緯で当店してくれたんですか？はい、あ、SNS ですか？ありがとうございます。そうですね、当店は SNS 結構力入れてるので、はい、個人とかはそうですね、ここだと3日に1本とかですかね。はい、は動画上がるようにしてますね。はい、ちょっと貸していきますね。お仕事とかされてるんですか？はい、あ、そうなんですか。すごいですね。
休みとかは、はい、あ、いいですね。やっぱり休みの日とかはこういった感じで出かけたりとかするんですか？はい、仕事とかもあるので、そうですね、まだ行けてないなっていう感じなんですよね。おすすめですか？はい、あ、一回は行った方がいい感じです。行ってきます、はい、ある程度取れたので、次は、量ちょっと取っていきますね、はい、次はこのすきばさみですね、こちら使って、量取っていきます。家にいるときは何してるんですか？はい、あ、 YouTube とか僕も好きですね。 YouTube 見たり、あとは、まあ、アニメとか見たりとかしてますね。
これで塗り終わりましたので、少し時間を置いて、やっていきますね。何か飲み物とか飲まれますか？はい、あ、そうですね、うち今あるのが、コーヒーと紅茶とあと緑茶、あとウーロン茶がございます。はい、どうなさいますか？はい、あ、わかりました、お待ちします。印象から